急病人を急いで病院まで運ぶ必要があるぜ。まあそういうゲームなんですけど、これはつまり、前の人と後ろの人を、両方俺が動かさないといけないんだね。だからまあこうしっかり連動させれば、こうやって同時に動かすことも可能。楽しそう楽しそうすっごく楽しそう。こういうこともできるし、逆に同じ方向に動かせれば、ああ、こういう風に水平移動。おじさん 水平移動させることも可能ということですね。ああ、いいバウンドだ。弾力のあるおじさん。いや、このくらいなんとかならんか <laughs> まあ、ならんのか。まあ、こうなってしまったらリトライで、あーならないように、あ思いのほか速く走るね。あ、なるほど、そっか。はい、全身と後退。これ、まあ、今ゲームパッドでプレイしてるんだけど、トリガーの押し込み具合で歩く速度が変わるね。 あすっごく慎重に歩くこともできるし。これ、ちょっと進む方向が分かりづらいな。なんか、何このいい感じのボケ感は。エモ映像作るな。あ、ははー、なるほど。固定カメラ。ちょっとおじさんの姿勢直したいな。腕ダラんンしてんのよ。なんとも思わない特に後ろのやつ。お前は見えてんだからさ。あー、なるほどね。昔のバイオハザードみたいな固定カメラ。まあ今、 カメラが横から二人を捉えてるけど、まあ操作は彼らが現在向いてる方向が基準となる。キャラクターが向いてる方向を基準に考えるってことね。あ、でもなるほどな。ちょっとやたらと険しい顔してますけど、まあそりゃそうか。一刻を争うもんね。おじさんの容体が。だらんしてるけどね、おじさん。ちょっと待てよ。これ、え、こっちでいいのか あ,あ、こういう狭い道カーブで進むときは、後ろの人もこう動かしてあげて、つい前の人だけ動かしちゃうけど、後ろの人も微調整しながら、こうやって進んでいくってことかな。え道なくねえかど、んえそこ登ったりするいや、えこっちか。こっちじゃない。あ,あ、もう、 そうよ。カメラが追従してくれないもんな。あー、画面内に戻ってください。戻ろう、戻ろう、戻ろうね。なるほど。つまりですよ。ちょっと、おじさんの姿勢を直したい。一旦地面に置くくらいいいんじゃないのいや、じゃあ、担架が硬いのよ。硬いから転がってくんだよ。こっちでいいのかなもっと柔らかい布じゃないの。おじさん、おじさん、おじさん、そこれ、これリカバリーできるかこれリカバリー可能えっと。 二人を同時に、右に向かって歩かせれば、いい感じにこう、左に転がってくれる可能性がある。同時に、はい。<laughs> <laughs> あ、そっか、止まった時に、その、なんか、感性で行っちゃうのか。感性で行っちゃうんだ。あ、でもなんか、いい感じに座ってんじゃん。おじさん、実は元気なんじゃないの意識あんじゃねえのか。意識ないと、そんないい感じに膝立てないでしょ。ちょっとかっこいいもん。 あんな、あれ、これ、もしかして、あれか最初からか、毎回。チェックポイントとかないやつ。いや、でもまだそんなに進めてないもんね。ある程度進んだらチェックポイントあってほしいな。ぜひあってほしいけどな。毎回最初からか、もしかして、これ。まあまあ、これ、最初の方はもうまっすぐ。危ない危ないおじさんお前が行くんかいお前 <laughs>。 言わすな腰言わすなあ、そうなんだ運んでる方のおじさんたちが腰言わしてもダメなんだいや、お前は大丈夫だろ顔が大丈夫だもん。目が死んでないもん。リトライハイ、はい、最初から、これ厳しいですねなるほどまあ、最初はしばらくまっすぐ走らせる。平らな道をまっすぐ歩いてる分には割と大丈夫なので。 この辺は大丈夫でしょ。ただまあ全速力で走んのも良くないな。この中速くらいの、中速くらいのスピードで進むのがいいね。ギア3速くらいまで入れて、いや5速まで入れると危ないわ。で、こういう細い道はある程度慎重に行かせてもらうけど、ここね、ここのカーブ。ここのカーブは後ろの人もこうやって、あ、滑らか滑らか。あ、いいねいいね。こう、2人がしっかり連動した動きして同時に動くと。 気持ちいいね。基本的にはまあ前の人操作してるだけで大雑把な動きはできるんだけど。で、ここ、ここね。さっきはもうここに着いた時点でおじさんの姿勢が終わってたけど腕たらんしてて。今だったらどうにかなりそう。いや、ほんと、単価が硬いんだよな。布部分もうちょっと柔らかく受け止める感じにできないおじさんを。 そしたら転がらないはずなんだけどな、ふわっと受け止めてあげたらさ、短歌の構造が良くないわ。ちょっと待って、これ本当にこの先に病院あんのかえー、っと、こういう感じ、こういう感じ。ま、おじさんお前、お前が言わすな、腰言わすなあ、完全に足踏み外しとる、そういう場所もあるんだ。ま、こっからになりますわな。 だけんじゃねえぞ一旦てっぺんまで行って、このまま進んだら足踏み外すわけね。なので、後ろの兄ちゃんがこうやってきて、おじさんおじさんおじさんひねりひねり、戻ったいやもうちょっと自分の意思あるって。意識あるんじゃねえのか、実は。はいはいはい、ここまで来ました。実はここ、下るんじゃなくて、登るんじゃないのかそう見たぜ、俺は。さあ、こっちが正解だ。違うね。 全、あ,あ、おじさん、おじさん、おじさん。これもう転がり落ちてくんじゃないのこれ意識ないんだったら転がり落ちてくよ。だ、ここ耐えたらもう意識あるってことだから。俺ちょっと疑ってるからね。このおじさん、実は意識あるんじゃねえかって。はい、どうだここまでは OK。ここまでは。あ、いや、まあ、意識ないな。これ意識ないわ。<laughs> 頭から言ったもん。ああ、転がり落ちてる。しっかり転がり落ちてる。ああ、じゃあ意識ないです。 ちゃんタヌキネイリじゃなかったわ。いや、そこ疑ってたからさ。一番心配してた。あ、でもなんか腰押さえてんな。意識あんじゃないの今、とっさに腰押さえたでしょいたたたたって。こいつちょっとあるぞ、タヌキネイリの可能性。ほら、ちょっとここで止まったもん。下までは転がり落ちてないもん。はい、こっから。こりゃ大変だな。ギリ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 すぎるちょっと待って。 ちょっとまたあれやるしかないか、二人同時に右にこう水平移動して、いや画面外なのよ。消えてる消えてる、おじさん画面内でやれんどうしたどうした若造若造どうした若造どうした,うした貫かれてる、足貫かれてる、おいお前、意識あんだろ、おじさんうちのわけえのに何しやがった、こいつ左だよな、進むとしたら。 崖降りんのは厳しいと思うんだよな、ここやっぱり。何回か試みたけど、絶対に腰言わすのよ。前のおじさんが。となると進めるのはこっちしかない。いいよ、今姿勢いい。おじさんダラーンしてないから。ノーダラーンだったら、ここゆっくり行けば、この斜面、このくらいの斜面は登れるはず。だと考えています。どうですか、どうですか。いや、さすがに急すぎるか、斜面。いや、急すぎるかな。 でも、あそこ、くだれない気がすんだよな。あ、違うかも、違うかも、違うかも。いや、途中までは登っていいんじゃないかな。なんか行き過ぎると画面外判定されるけど。こっちの奥。ここだったら、あ、あ、カメラなんだ追従してくんじゃん。あれさっきは全然カメラついてこなかったよな。どうした あいけるいけるいけるじゃんやったおそらくこっちだあーなんか奥の方なんか広い平原が広がってる感じするね平原ってほどでもないかでもここは通れるぞ狭いけど気をつけろ気をつけろ踏み外すな踏み外すなよ道を人としての道を OKOKOK よしこっから新しいステージ行けるぞやったー 今までと違う景色が、ちょっと待って待って、えビビらすなもてあそぶな画面外に戻ってください。いやでも道わかりづれ、道わかりづれ。なんでこんないい感じに映像ボケてんだよ。おしゃれなんか画角もいいんだよな。無駄に映像かっこいいんだよ。そういうゲームじゃねえだろ。しかし、ここは歩きやすいな。えー そうやなまあ、カメラがついてくるってことは今進んでる方向で合ってるみたいな考え方でいいよねでなるべくこう岩場に乗り上げたくないよね足元足元気をつけてなるべく岩場に乗り上げずに進んでいった方がおじさんの姿勢も安定するんでしょういやでもちょっとダラーンしてきたなあダラーンまずいぞもう一度ダラーンしたらもうそっからすべてもうほころんでいくのよえっと カメラが今切り替わったってことは、まあ、進んでる方角としては合ってる。いや、違うな。そこの急斜面じゃなくて、こっちでしょ。ここのなだらかなスロープを登っていく。ほら、もうカメラがついてくるもん。答え合わせだわ。カメラが答え合わせしてくれる。はい、若造、若造、一旦左行ってまっすぐね。二人の向いてる向きを揃えた上で登っていく。 あ,あいいぞいいぞ進んできたような気がするいやこれもまだまだなんだろうなゲームの進行度として10分の1もいってるか怪しいえーっといやわからんわからんちょっと待てそのカメラの位置は良くないえなんか池にドボンするわけじゃないよねだって今見えてるのその池しかないぜいやこっちこれおじさんたちを信じていいか 今向いてる方にまっすぐ進みます。あ、ついてこねえな。カメラついてこないぞ。カメラついてこないってことはまずいぞ。あ、これよくないよくない。もうカメラの追従の仕方でなんとなくわかるから、これもう池渡るな、さては。ここはないでしょうと見せて、別に行けるパ、おじさーんちょっと待って待って、足取られんな、そんな浅瀬で。浅瀬で取られんな、足 あああああ,あもうドボンですよ。おじさんもお指名だ。ちょっと待って、これ最初から、最初からだわ。まあでもここの登り方はすでに理解してるからね。大丈夫。経験が私たちを強くしている。腕もダラーンしてないしね。あ,あいいぞいいぞいいぞ。安定してる。おじさんの姿勢。安定してる。で、えー、なるべくなだらかな道を選んで、ここまで登ったら、サイドステップ、サイドステップ。スキンヘッドのおじさんにサイドステップしてもらって、若造、若造ついてけ。 若造もそれについていく。で、やってきましたよ。問題の場所に。まあ、水がダメなのは分かったわ。まあ、水に極端に弱いことが分かったので、前のおじさんが、炎属性なんだね。前のおじさんは炎属性。水には触れない。こっちかち若造下がって。下がってもらって、そこ登るんじゃあねえのか基本的に緑が生い茂ってるところを歩いて行った方が、 あっ、あぶねえ、あぶねえ、あれ、それ、登れないやつかつるっといったね、今、つるっといったねちょっと待って、若造、こっち向こう、このまままっすぐっていけるおじさん、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 まずまずこれ以上、危ないおじさん、危ない水触れたら死ぬんだから、あいや、待てよ、実は、確かに水に触れてはいけないけど、あ、これ、池の周り歩いてくやつだ、あ、カメラ追従しましたね。 カメラの追従で判断できるんだから。え、ちょっと待って、これ上登れんのか上登れんのか池の周りぐるっていくのかいや、ぐるっていくの無理かちょっと険しくなっていってるもんね。あ、これ登れんぞ、このまま。足止めんな、足止めんな。おじさん、あ、いやいや、登れないな、登れないな。どっちだ、どっちだ、どっちだ。あ、これもぐるっと回っていくのでいいのかおい、信じるぞ、おじさん。だいぶ斜めだけどね、ここ進んでいくには。いや、でもカメラついてきてんのよ。 もうカメラついてきたらそれ正解ってことだから、もうこのゲームのシステム見抜いたもん。カメラがついてきたら正解。ただちょっと腕ダラんンしちゃってんだよな、おじさん。右手ダラんンしてんのよ。これが怖い。ただまぁカメラが追従してくるうちはそっちの方向に進めばいいはず。どっかでカメラが切り替わると思うけど、え、ここ実は上に登れたりしないいや、あんまずそれよく書いちゃいけないな。多分このまま進んでいいんだ、ここ。 まだカメラはついてくる。いいぞ、いいぞ、いいぞ、信じろ、カメラを信じろ。いや、腕だらん、気になんな。直せ、直せ、後ろの若造。一旦止めましょうって言え。な、な、パワハラとかさ、えー、チェックポあんのなんだ、チェックポあんじゃねえと思ってたわ、助かる。今、すごくなかった、今出てたゲージ。マジで10分の1だったじゃん。今、10分の1なん、これで。まあまあ、苦労したけど。 いや、ちょっと、もうチェックポまで来たんだから、一旦下ろしましょうって言え、若造日頃からのパワハラでもうなんか何も言えなくなってんだろうな、後ろの若造は。えー、っと、カメラは追従してるので、こっちの方向で合ってる。でもなんかこう、奥の方とか行きたくなるよね。そっちじゃないのかな。あ、でもカメラついてこないな。ってことは違うかこれ違うな。違うパターンのやつだ。あー、もう手前だわ、完全に。 カメラの動きがもう手前。いやもう、カメラの気持ちを読み取るゲームじゃん。カメラ構えてる人がどっちに行ってほしいかをもう読み取るゲームじゃんよ。国語ですよ、こんなの。作者の気持ちを答えなさいだよ。えー、っと、こっちだな。ああ、もう,もうカメラもうこっちに来てほしそう。こっちに来てくれてうれしそう、カメラの人が。そうそう、こっちこっちって深くうなずいてる、今、カメラの人が。 あ、でもなんか、あ、いいねいいね、歩きやすそうな道、こういう道、こういう道でいいのよ。凹凸のないさ。あ,あ、草も生えてない、岩も少ない。あ,あ、綺麗な道だ。あ,あ、これ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 、ずっとこうである。ちょっと待て。ね、戻るって何今来たのよ。画面内に戻ってください。あ、はい、こっちでいいのね。 ただ、あ、これカメラ動かないタイプのやつか。はいはいはい。カメラさんがいるタイプじゃなくて固定のカメラの時もあるもんね。そういう時はちょっとカメラの気持ちで理解しづらいんだよな。ただその場合は、素直に奥に行けばいいんじゃないかあ、これだわ、これこれ。あ、いいいいいい。いや、わかりやすい道。なんかむしろ簡単になってきてない途中えらい難しかったけど、あのー、序盤のあの坂ね。 坂というか、崖というか、何回も足を踏み外したもんですけど、いや、こういうんだったらもうちょろいもんよ。しっかりね、後ろの若造も、前のおじさんだけじゃなくて、後ろの若造もしっかり動かして、進んでいく。まあ、体の向きを整えていく。そういう道だね、こういう道は。はいはいはい、OKOK。ああ、もう平和平和ずっとこうであれ。えーっと、 山を越えようとしてんだよな、多分。うん、山の向こうに病院というか、まあ医者がいるのかな。いや、まあちょストーリーはわかんないけどね、うん。この山を越えていく方が近道だっつって、二人の男が立ち上がったわけだ。知らんけど。あ,あ、い,いよい,いよ、開けた場所に来たああ。こんなとこもう歩きやすいじゃん。もうずっとこうである。でん ちょっ,とちょっと強制スクロール強制スクロールおじさーいおいずい新しいギミック 2D アクションすなレトロ 2D アクションゲームやめろいや強制スクロールがあんのこの画面の感じで今画面が勝手に動いてって画面内に収まるために走る必要があったんだよねあでもまあチェックポアンのありがたいな 何回この道走るんだよって思ってたからやっぱ最初の頃チェックポがあるだけでももう随分違う心が穏やかになるいやこの道いいねこの道ほんといいわまあ、チェックポからやり直すことによって姿勢が整ったのでおじさんまだ腕ダランしてないもんね腕ダランしてない状態であの細い谷谷間を歩いていく感じまで行けるね まあ、ここもそんなに大きく姿勢を崩す要素がないので、まあ、焦って走りさえしなきゃいいのよね。ダッシュするとやっぱり崩れやすいので当たり前なんだけど。まあ、なるべく速すぎず遅すぎず。中速で行く。こら。で、ちょ、ちょっともう腕怪しいけどね。ダランし始めてるけど、まだ大丈夫。で、ここ越えた後、あれ俺何でやられたんだっけさっきは。あ思い出した。 むしろなんで思い出せなかったんだそうだ、強制スクロールじゃん,、うん。記憶に蓋してたわ。腹立ちすぎて。<laughs> イライラしすぎて。あ、なるほどね。あもう記憶に蓋しちゃってました。で、この後カメラが切り替わったら、体の向き、どのくらいの角度で行けばいいんだろう。もうカメラ切り替わったらダッシュね。おじさんの姿勢がどうのとか言ってらんないから、あそこは。 どうなんだただまあ、ほんと、どこを目指して走ればいい来た、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 来たで、あ、ただまあ、そんなに全速力ダッシュじゃなくても、ある程度、ちょっと待って待って待って。ああ、若ーかそうだ、若ーもしっかり動かさないと厳しい厳しいけど、ここ超えてぇなここ超えたいぞ。ちょっとね、楽しくなってきた。<laughs> チェックポイント超えたら。 なんか、チェックポイントとかそういうのあるんだっていう喜びだけでだいぶメンタル回復したもん。最初のチェックポイントついた時。いや、一生最初からやり直していくのかなって思ってたから、これもう嬉しいサプライズよ。いやー、わかってんね。掴んでんね。プレイヤーの心理をしっかり雨もらっちゃったわ。ずっと無知だったからさ。さあ、例の場所までやってきましたけど、油断しましたね。完全に油断しましたよ。腕ダラんンしてるもん。もうこの時点で希望が見えないわ。 いや、ほんと腕ダラんンしたろ。あ、まあでもそうだな。言うほど全速力じゃなくてもいけるかもっていうのがさっき分かったので。うん、ちょい早くらい。ジョギングくらいのスピード。おじさんいやーやっぱ旋回の時に遠心力で持ってかれんだ。遠心力で持ってかれる。こりゃ厳しい。まっすぐ走っていいところはもう全速力ダッシュで。体の向きを変えるときは、 スピードを緩めるっていう、そういうメリハリだね。一定のスピードで行くんじゃないんだ。速度上げるところと慎重に行くところをしっかり使い分けろと。そういう感じだね。いやもうあそこからやり直させてほしい。チェックポイントで喜んだのも束の間よ。もうここのチェックポイントがだるくなってきたわ。ダッシュ行くぞ。まっすぐ行くときはダッシュ。で、カーブするときは スピード維持したままだと遠心力が発生してしまうので、緩める。そのメリハリ。これ、これだわ。極意は。OK、走れ、走れ、走れで全然、全然すぎる <laughs>。<laughs> あ、もう腕ダランしてるわ、してるしてる。もうおしめだ。ちなみにこのゲーム、実際にプレイした人のレビューを見ると、クリアまでに8時間かかりましたとか、10時間かかりましたとか、もうそういうレベルの話なので、まあこんな動画1本でクリアするとは思ってないのよ。 ただ、ここは突破したいな。ちょっと楽しいもん、強制スクロール。俺、2D アクションゲームでも好きなんだよな、結構、強制スクロールって。嫌いっていう人も多いけど。まあ、やりがいがある、乗り越えがいがあるというかね。まあ、ここ相当難しいので、ここクリアしたらもうチェックポイント行くんじゃないか ?2 個目のチェックポイント。そう信じて行くぞいや、まあでも、チェックポイントからまだそんなに立ってないから、それは早すぎるか。で、そこそこのスピード、そこそこのスピードを維持。 速すぎず、遅すぎず。で、ここ、ここ、はあで、ここのカーブ、ここのカーブ。いや、スピード上げないと追いつかねえなー。走れ、走れ、走れ。いけいけいけ、飛ばしろ、飛ばしろ。あ、意外といけてる。おい,い,けいけいけいけ。止まっていいか。あったなんか雰囲気でいけた。もう、まっすぐ走るって決めたら、あまり横に移動させずに。 多少の地面の凹凸は許容してでもまっすぐ走らせた方がいい結果が生まれるね。ちょっとわかるかな意味。言ってる意味。なんか細かくカーブさせようとせずに直進させた方がやっぱりおじさんの姿勢は崩れにくいって感じだね。で、いやもうこんな今更こんなの処方じゃん。岩の間くぐれってさ。これなんか通ろうとしたら ゴゴゴゴッつって閉じてきたりしないよね。OK、まっすぐ。あー、なるほどね。でもそういう感じだ。はいはい。視界を悪くする感じね。視界悪くするどころじゃないじゃん。おい,いいかげにしろよ、マジで。ちょっと待って、えー、っと、今、えー、っと、手前を向いてるから、スティックを左に倒すと、おじさんが、えー、画面向かってこう右側に移動してくれるはずだよね。ちょっと待って、ゆっくりやるけ、ゆっくりやるけ。 っおおどうなってるなんか乗り上げてる岩場にすいませんそんなつもりじゃなかったわ全然そんなつもりじゃなかったのよえ、どうするおじさん、えっと、一旦右にそうそうそう、ちょっとまたね、姿見えなくなっちゃうけど、一旦この岩場に隠れてもらって。<laughs> そのまま行かせるとちょっと危ない気がしたので、少し岩場に隠れさせてからまっすぐ行け、ゆっくりゆっくり行け。いやもう見えなすぎる、見えなすぎるある程度進んだら、 お,ーおじさん、もっかいえー、っと、そう,そうそう、出てこようか。出てきて、ちょっとまっすぐ、ちょっとまっすぐ。ゆっくりよ。ゆっくり。そう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 。10センチ以上進むな。一歩で。一歩あたり。歩幅10センチ以内でいけ。すごい。<laughs> もうすり足っていうレベル。あ、後ろの若造もちょっと岩乗り上げちゃってんのか。まあでも乗り上げちゃうのこれしょうがないかな。仕方ないかなの。ゆっくり行けば大丈夫。で、おじさんそっちね。はい、こっち向いて、ここの細いところを通りたいので、いや、ここはもう焦らなければ大丈夫。ゆっくりさえ行けば、多少岩場に乗り上げたりしても、そんな大きくは崩れないので、 ま制限時間があったらやばかったけどそうねさっきみたいな一部のエリア以外基本的に制限時間はなさそうなのでこのゲームでいいねいいねカメラがこっち来いって言ってるわ、うん、カメラの意思を読み取れそういうゲームだからカメラの意思を読み取るゲームいやそれにしてもなちょっとええー、はめようとしてねえかカメラの人本当に合ってるこの岩場でいやまあでも歩けそう めっちゃ歩けそうだな。ちょ、こっちこっちこっち。えー、っと、若造を一旦回り込もう。回り込んで、まっすぐ歩いてこれる感じにして、ちょっと待って、これ合ってる合ってんだろうな。いや、えー、っとね、この岩場からどうやって降りるかだな。こっちだわ、こっち。で、危ない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 ちょっと今、今どこ立てる、どこ立ってるどこ立ってるスキンのおじさんスキンヘッドのおじ,おじさんおさんちょっと待って。 若造にもこの道歩ませてしまっていいのかでも腕ついてるけどね。病人のおじさんも腕、腕こすれちゃってるけど。いや、これもダラーンが怖いな、ダラーン状態。いや、まあ強制スクロール超えたからってすぐチェックポイントとかそういう甘い話ではなかったか、甘かったわ、俺が。蜂蜜のように甘かったわ、考えが。ちょ、ここちょっと。 若造若造お前大丈夫かあそこ降りて大丈夫か俺はお前が心配だよえっと若造あえてサイドステップで行こうかこっから左に行ってこのくらいの段差だったらストンと落ちてくれたりいやーしないかしないのかどうなんだ行けるかお前行けるかお前気をつけろ気をつけろお前どこ立ってんだもうおおおお なんてハラハラするんだ。あ、もうここまで来たらいけるわ。今の段差がいけんだったらもういけるいける。ゆっくり降りて、すっごいスローで動いてるさっきからずっと。実況中とは思えない身長さ。やっぱ実況中ってなんかつい大胆に行動しちゃったりしがちなんだけどね。いやもうそんなんやってていける感じじゃないもん。あ、カメラカメラ早いって早いって下行くなもうちょっととどまる。あ、カメラ とどまれ崖の上に勝手に下いくらこれどっち行くんだよカメラの気持ち読み取るゲームすぎるだろ。おお前についてくぞお前についてっていいんだよなカメラについていく。まあ、ギリ今の、今の岩場降りれるんだったら、ここもギリ行けるかなという感じ。じチャックポッツやった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 よ俺はやったよああ、よかった。 さすがに次のチェックポイントまでは行こうと思ってたから。いや、よかったよかった。あの強制スクロール、そう何回も行けない気がするもん。ちょ、ちょっと待ってよ。ここどうやって降りんだえー、っと、こっちこっち。一旦おじさんこっち来てもらって。なんかなだらかに降りれそうな雰囲気はあるもんね。いや、もうじゃあおじさんの姿勢が終わってきてるけどね。もうとっくに腕だらーしてるから、若造若造一旦回り込む。で、このまままっすぐ緩やかに降りていく。こういうことだよね。 あここはまあでも道が分かりやすい方だね。あ、う、あ、んうん。あとはもう慎重に行けばいいだけ。で、回り込もう。これで一発でチェックポイント3まで行けたらすごいことじゃないですかまあ、とっくに姿勢が終わってるから、まあ辛い感じはあるけど。あ,あ、いい,い,い,いいよいいよ。カメラの気持ち読み取ってる。いや、絶景なんも画角がいちいちエモいんで。ちゃ ちちょいちょいいエモあんなうわ、すごい気持ちいい。今そういうとこじゃないんだけどね。急病人を運んでんだから。山越えて、まあ、病院だか診療所だか分かんないけど、そういうとこ行かなきゃいけないんだから。いや、このゲームね。で、またカメラが切り替わりました。 読み取れ、読み取れ、カメラの気持ち読み取れ。いや、あまり崖降りたくないよな。一見この平地を歩きたくなるとこだけど、ただカメラはこっちに誘ってる。わかります。あ、いや、ちょっと待ってよ。そっちから行った方がなだらかかなだらかかもしれない。えー、っと、回り込めよ、回り込め。そう、若造、回り込んで。こっちの方がなんかな、おじさんコッシー、言わすな、言わすなちょ、道がわかんねえのよ、まず。 ここそんな腰言わすほど急だったかなもうちょっと左行ってみようか。左の方、いやでも完全にカメラが下に誘ってきてんな。これ下だわ。いやもうカメラの気持ちゲーなのよ。下に行こうとしてるもんね。それなら我々がついていくだけ。ここの方がなだらかだな。あ,あ、行ける行ける。いいぞ。いや、さっきとそんなに変わらん気もするけどな。傾斜のきつさで言うと。 で、ここちょっと道細くなってるけど、ここはまあ慎重に後ろの若造の立ち位置も気にしてあげて、ゆっくり行けば問題ないね。まあ制限時間があるわけじゃないからね。さっきみたいな強制スクロールだったら別だけど。まあでも、あーここまでちょっと簡単だから、さっきの強制スクロールみたいな難関箇所が出てきてもおかしくない。来た来た来た早速来てるじゃねえかえ、なにこれお馴染みで行くのこの強制スクロールは これおい、消えた、消えた、消えたいるか、いるか、お前ら、いるかお前ら、意外といけてんないや、ドローン導入すな撮影機材としてドローン使わないと撮れないでしょ、この映像こん。こんな登っちゃって大丈夫。いけるか、いけるか。ま、あでもなるべくまっすぐ行け。急旋回すると危ないから。あ、いけたか。続いてるまだ強制スクロール続いてる いや、長い長い、ちょっともうドローン導入し始めてテンション上がっちゃってんじゃん。もっと使いたくなっちゃってんじゃん。ちょ、あ、おじさん、おじさん、おじさん,じさんあぶね、あぶね、あぶね。ちょっと待って、これ、これは裏。これ、岩の間をね、すり抜けないといけないわけだよね。ちょっ画面が横だから分かりづらい、分かりづらい でもまあカメラがそんなに速くないのね。カメラっていうかまあドローンがそんなに速くないので。いけてるいけてる。やった、意外といけるもんだな。ほんでえー、っとこ、あ、なんかチェックポ早かったな。あ、よかった、ここまで来れた。じゃあさっきんとこはもうやらなくていいんだ。あ、でもなんかカメラが後ろに回り込んでくれると歩きやすいね。あ、そうそう、これこれ、この方が歩きやすいわ。 この方がルートを間違えない感覚がある。いや,いや、まあ、俺はハマるな、ハマるな、ドローンに導入したてのドローンにハマるなちょっともうほんとこれお馴じみで行くじゃんちょ行け行け意外、意外と行けるぞ、意外と行けるぞで、方向を変えるときは慎重に。おじさんおじさんもう見えねえ、おじさんどこ行ったおどこ行っちまったんだよどこどこどこいや、もう今全力で走ってんのよトリガーマックスにして、おじさん これ、なんか、後ろの若造が木に引っかかっちゃってんのかいや、トリガーマックスで押し込んでたんだけど、全然走ってる様子なかったもんね。ああ、なるほど。いや、ちょっと待てよ。確かに言ったけども、この強制スクロール結構好きだわみたいなの、言わなきゃよかったわ、あんなこと。いや、こんなに、ドローンにはまるとは思わないじゃん。しかもスピード出してんのよ、さっきよりもスピード上げるな、ちょっと楽しくなって。慣れるな。 ドローンの操作にえー、あやばい変なとこ登っちゃったなこれ大丈夫かまずいぞおじさーん脳天から行っちまったわあーいいバウンドだでもなんか安らかな顔してんなおじさんも幸せだったんじゃねえかな最後に山を駆け回って同心に帰れてさこれが俺たちからあなたへのレクイエムです じゃあ、終わりますか。ストレッチャーメンというゲームでしたけど、いや、かっこいいのよ、この画面。このメニュー画面の二人無駄にかっこいいのよ。これはあれですかね。山に帰ったおじさんに思いをはせてるとこですかね。はい、ありがとうございました。